お、いい汗かいてるじゃん。いい汗かいてますか。じゃあ私はとりあえずこれで引っ込みたいと思います。なんで、もう、え、まだだよ。え、まだやるの？うん。あと、せっかく動画撮ってんだから。じゃあ次にやろうかと思ったんですが、136がフロントできてないんで、とりあえずじゃああのシュールな曲をやりたいと思います。お、そんなのもあるの？あります。コメディーソングばっかりじゃないんだな。あの今日は鉄道バスネタということで、これもバスネタの暗い曲で、多分アキラーとはよく聞いてると思いますが、何、バスの運転手とお客さんの切ない声を歌った、あ、禁断の恋だ、禁断の恋思い出のバス乗りという曲で、おとりあえずじゃあ3曲で締めたいと思います。雨が降りしきるバス通り、あのバス停から君が乗った、彼女はいつも終着駅まで、駅の改札に今日消えて、その後バスの座席には彼女の傘が置いてあった。僕は彼女を探しに走る、でも彼女の姿はもういない。それからお互い顔なじみになっていた。ある日彼女が僕に告げた、明日私はお嫁に行きます、今までお世話になりましたと言って、最終バスで彼女は降りてゆく。北風吹いていくバス通り、彼女もいないバス停で、彼女の面影探したけれど、彼女の香りは木枯らしに消えていた。どうもありがとうございました。今日はシュールな曲で終わるのもいいんじゃない。